こんにちは、チキンチャンネルの藤田です。今日は静岡県のね、ある場所、富士山がね、綺麗な場所に来ております。高速道路のね、サービスエリアなんですけど、ここで、例の新しい子を引き取りに来ました。この子が新しい子になります。風ちゃんと同じブラマです。すいません、新しい鳥を譲っていただきましてありがとうございました。このご家族に温かく育てられた3月生まれのブラマになります。家族のように育てられた鳥をね、ちょっと無理言って譲ってもらいましたんで、本当にね、感謝しかないけど大切に育てたいと思います。映ったかな。本日はどうもありがとうございました。大事に大事に育てますんで。ちょっとね、まだ緊張してるみたいなんですよね。1羽になったこともないでしょうし、ちょっとね、水と餌を食べさせてから車で芝まで帰りたいと思います、ね、車のエンジンの音も見るも初めてやからね、ちょっと落ち着けないよね。うん、大丈夫よ。お水飲み言葉も通じないな、まだまだってね、うちの鳥がね、言葉通じてるかどうかはわからないですけど、4羽ね、兄弟がいて、でこの柄の子は2羽いてね、この子はおとなしい方らしいんですよね。もうね、片方はやんちゃだったらしいんですけど、おとなしいっていうから、うちのおてんば子にいじめられないか心配なんですけど、体はね、まあ風ちゃんよりはちょっとちっちゃいですけど、風ちゃんぐらいありますんでね、まだ細いですけどね、たくましく育ってほしいと思います。よろしくね。ご飯は食べないのかな緊張して餌もね、ご飯もね、喉を通れへんか。全然ね、撫でられたことなかったみたいで、触られることに慣れてないみたいなんで、ちょっとね、声を出したり、今固まってますけどね、緊張でバイクの音がうるさいな。富士山の近くやからみんなツーリングかな。慣れないからちょっとずつ慣れていこうね。毛がね、若いからね、ふわふわっていうかね、もうツルツルなんですよね。新しいホットカーペットの新しいやつみたい、ツルツルですごい気持ちいいです。ちょっとミルワーム食べよっか。こっち見て緊張してんな。はい、乾燥ミルワーム、これ食べれんのよ見てる。下に置こっか。食べてみ固まってるな。なあ、美味しいんやで、乾燥ミルワーム。柄がね、すごい綺麗です。これはなんていうのかな、パートリッジっていう柄かな、シルバーダークっていうのかな、ちょっと聞いてみないとわからないんですけど、柄の入ったブラマ、なかなか珍しいんじゃないでしょうか。もうちょっと休んだらな、車乗ろっか。今日ね、ここまで来るのもね、車初めてね、車に乗ったらしいんですけどね、ここから1時間半、2時間ぐらいかかるかな。ゆっくりね、休憩しながら帰ろう。
あーそれ虫やけどカメムシやで。あカメムシ食べた。大丈夫？めっちゃ臭いやつやで。それ胃もたれせんかったらいいけどな。帰っておいしい虫食べよう。生きたミルワームも買ってこようかな。ん？なんかおしゃ一生懸命おしゃべりしてるね。いいの？ああダコ怖いか。カサカサ。大丈夫大丈夫。大丈夫よ。お家帰ろ。お家じゃないな、新しいお家やな。車乗ろっか。ねえ兄弟たちと別れて寂しくなるけど。だけ我慢やな。ちょっとねずっと10分ぐらい抱っこしてるんですけどね、ちょっと慣れてきたかな。なな。おとなしいな。お話ししてくれるようになったな。そうか。ちょっとね初めてやから何を訴えてるのか分かんないけど、ヒナがピヨピヨピヨって泣いてるみたいやね。ピヨピヨピヨって。もうね声変わりはしてるんですけどね、終わってるんですけど、まだまだ中身はひよこやね。ブラマっていうのはね、普通の鶏の倍とか3倍ぐらいっていうかな。とにかく成長が遅いらしいんですよね。普通の鶏やったらね、もう3月生まれやったら卵を産んでる時期なんですけど。降りる？降りてみ？降りてみ？降りてみ下に。大丈夫や。初めての場所やから怖いんか。中に入りたそうやな。中入るか。はい、ハウスっていうの。ハウス、ハウスしてみようか。うん、入ってみ。大丈夫、中入ってみ。ハウス。おいでおいで。片足で立っているときはね、考えてるんですよね。足下ろしたら、そうそうそう。富士山がね、すごいんですけど、雲で隠れてますね。初めて抱っこされたんかな。抱っこ慣れてないみたいです。いや富士山がね、あ、富士山や。ここ裾野じゃないな、上のあの雪が、雪とね雪がない部分の富士山か。あの雲晴れんのかな。クローバー食べ。あ、食べた。クローバーちょっと硬い。
よもぎもあるよいいな。どうしたん、どうしたん。この子ね、富士山のあの上の部分、ほんとね、やっと雲が晴れてきたんですけど、柄がね、ほんとあそこ似てるんやな。富士山、峰富士子にする？女の子やし違うかな。よし、ちょっとね、一服したし帰ろっか。ちょっと暑い中かな、日が当たるし帰ろっか。よし、帰ろっか。名前はね、決めてあったね、はるちゃんにしようと思います。はる、字はね、波にとどまる。ちょうど柄がね、さざ波のように見えたんですよね。その時は富士山ともちょっと思わなかったんで、さざ波のようなんでね、春にとどまるで、はるちゃんいいかな、呼びやすいし。はるちゃんって呼ぶか、はるって呼ぶかわからないですけど。よし、うん、あれ、エアコンの音、声入ってるかな。エアコンね、ちょっとマックスにしてるんでね、暑がりなんで。帰るよ。なんでね、ブラマにしたかというとね、やっぱフーちゃんとキャラがかぶるんでね、本当はブラマとアローかなと、もう一話、ね、違う種類のねがにしようと思ったんですけど、で、ね、やっぱ最初ウコッケーがねいいなと思ったんですけど、一番ネックだったのはね、鳴き声なんですよね。ウコッケーも普段はすごいおとなしいんですけど、卵産んだ後ちょっと騒ぐことがあって、うちはマンションなんでね、やっぱり苦情が来てしまったりしたら飼えなくなってしまうのがね、一番困るん で本当はね、最初のジーナみたいな岡崎大半だとか名古屋コーチン、あとはねシャモとかね、ポリスブラウンもありますけど、あとはね、ビキンバンタムとかね、いろいろ考えたんですけどね、ブラマが一番泣かないかなと思って、卵産んだ後もね、ほとんど泣くことがない、泣くとかね、騒ぐことがないですから。あとね、まあ、見た目もちょっとかっこいいし、ということでね、フーちゃんとね、もしかしたらキャラがね、かぶってしまうかもしれないんですけど、ブラマにしました。どうせならね、ひよことか、まあ、ひなから買った方がいいんじゃないのっていう意見もね、あるかと思うんで、まあ、僕もね、できたらね、やっぱちっちゃい頃から育てたいなっていう思いはあるんですけども、ブラマはね、鳥の中でもオスとメスの判別がすごい難しいらしいんですよね。しかもなかなか、わからないと、だいぶ大人になるぐらいまでわからないらしいんですよね。もしオスだったら返すっていうのもね、かわいそうですし、でも実際マンションなんでオスは泣くから飼えないっていうので、まあね、ほぼ隣になりかけたヒナ、もうヒナとは言えへんか、声変わりもしてるから、若いね、若鳥、若い大人っていうかな、中学生ぐらいかな、高校生ぐらいかな、それぐらいの子にしました。たまたまね、あの SNS で、まあ、知り合ったというか、鳥のねコミュニティみたいな感じで、知り合いの方からこの柄のブラマをのヒナがいるということでね、ちょっとあの譲っていただけることになったんですけど、すごいね巡り合わせ、運命感だと思ってるんでね、本当に幸せです。この子をね、帰ってこれからね、ずっと、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、一生懸命育てたいと思います。よし、着いたよ。ちょっとね、家の近くのね公園に来ました。家に帰ったらね、
バタバタして多分ご飯とかね水飲まれへんかもしれへんから、近くのね公園でちょっとだけねご飯食べれるかな。ずっとねこの手の方に寄り添ってたんで手には慣れたやな、だいぶな。ちょっと降りよっか。5分ぐらいね振れずして動かなかったんですけど、やっとねご飯を食べてくれました。よかったよかったね、やっぱ知らんとこやからかなりね混乱してるというか、どうしていいのかわからないって感じかな。ちょっと食べ、あ、ミルアンも食べてんだよな。美味しいやろ。食べたらねお家行くよね。こうやって見たらやっぱちっちゃいな、ふーちゃんよりだいぶ。ミールワームしか食べてへんな。ミールワームの美味しさにハマりましたか、やっと気づきましたか。あ、ご飯は食べてる。いや、ミールワーム食べてるな。食べたき食べたき。電車の音、電車の音、初めて聞く音やな、これもな。少しずつ慣れていこうね。よし、はるちゃん着いたよ。ここが新しいお家やで。よいしょ。うわ、散らかしそんな。ふーちゃん、かなちゃんおいで。新しい子来たよ。よし、出ておいで。よいしょ。大丈夫大丈夫。よしよし、新しい生活がスタートするよ。怖い。よし。